それでは事前に告知してた、来月からの、まあ、新しい現場の打ち合わせをしたいと思います。で、だいたい概要はですね、前にもちょっと書いてますけど、まあ、こんな感じで紙にもまとめているので、まあ、それまあ見ながら、まあ、メモ取りながら聞いてもらったらいいです。現場はですね、通称僕はあの長住町旧の現場というふうに呼んでるんですけど、まあ、伊藤さんは多分行ったことないと思うんですが、はい、クラブコン行ったことあるんですね、はいはい。で、ここの役場の建物の前の広い道行ってもらって、最初の交差点に入ってもらって、ずっと舗装されてる道を行ってもらうと、途中からの未舗装になります。で、未舗装になったところからが、この現場になります。で、去年、作業道を入れているので、この茶色の線で入っているように作業道がずっと入っているというような状況です。で、現場はですね、 4.3 ヘクタールで杉が生えている現場です。で、先週ちょっと山に行って、いくつかプロト取って調査してきた結果としては、1800本ヘクタールあたり生えているので、本数としては 4.3 ヘクタールなので7740本ぐらいになります。で、財石はまあ、ちょっと目分量もありますけど、まあ、大体平均的な山だなという状況なので、まあ、高さとかもちょっとまあ見た感じで、あの判断すると450立方ぐらいかなと思います。なので、全体で、1935立方ぐらいかなと。去年一度事前にみんな見た時に結構そういう大きい財石の杉もあったと思うので、もうちょっと財石も多いかな。じゃあもうちょっと見といた方がいい、はい、いいかなと思いますか。じゃあ、まあ500ぐらいそうですね、の方がいいですか。はい、じゃあちょっと500ヘクタール、500立方にちょっと換算しておきます。そうすると、だいたい、500×4.3 で、2150立方ぐらいになります。まあ、だいたいそういう見立てでいいですかね。はいはい、まあ、僕もだいたいそんな感じかなと思ってたので、じゃあそれでいきたいと思います。で、まあ、この現場上があって、作業をやってもらうんですけど、まあ、補助事業を使っていつものようにやるので、間伐率は、まあ、30% 以上なので 35% ぐらいを、まあ、目指して切ってもらうと、バットの本数としては2709本ぐらいを切るということになります。で、また搬出もしてもらうので、まあ、所有者さんにも返さないといけないので、70立方ヘクタールというぐらいを出してもらいたいなと思います。だから70立方は必ず出してほしいなと思ってます。そうすると、まあ、約300立方、ぐらいは出してもらうということになります。で、まあ、これを踏まえてなんですけど、ちょっと倉岡藩の方で、作業としてやってほしい、まあ、目標についてちょっと説明させてもらうと、まずは、まあ、抜刀はですね、まあ、3人チームなので、まあ、ベテランもいるので1日3人いればね、350本ぐらいは切れるんじゃないかなと思ってて、そうすると抜刀だけやった場合に8日間で終わるかなというふうに思います。で、2番目の搬出については、まあ、これまでの実績を踏まえて、まあ、6立方パー日に設定しています。まあ、県の方とかはですね、1日10立方出してくれとかっていうふうに言うんですけど、まあ、実際今までの実績を踏まえてね、まあ、あと安全のことも考えて、そんなに、ひしこいてやらなくてもいいので、6立方日は出してほしいなと思います。まあ、ただ6立方は出してほしいなと思っているので、そこはちょっと頑張ってもらいたいなと思います。で、そうすると、300立方を出したいので、1日6立方だと50立方で搬出を終わるというような感じになるかなと思います。で、これはの土場まで出してください。ドバに下ろすというところまでで、50日ということで考えてください。で、あと現場の仕上げに関しては、あの、まあ、抜刀とか搬出以外でも、あの、時間がかかる部分があったりするので、最後きれいに仕上げてもらわないと、補助の検査にも通らないので、まあ、これはとりあえずのところプラス3日で見ているので、まあ、これで仕上げとかとトラブルとかの対応もしてほしいなと思います。
で、まあ、これ全部足すと、延べ人数で183人日で61日ぐらいで終わるかなというふうに思っているので、はい、まあ、大体この日数を守って仕事してくれれば、消費者さんにも還元できて組合も赤字にならないというようなあの作業の段取りになるんですけど、どうでしょう、何か見立て、現場の見立てのところとか、その作業の設計で何か気になるところあったら教えてもらいたいですけど、どうでしょう。質問いいですか。はい、去年の作業道があるって話だったんですけど、それはもう補修とかは必要なく普通にトラックが走れるような状態なんですか。そうですね、この前ちょっと見に行った時は、普通に走れたけど、まあ、ちょっとところどころ大雨で少し浸食されているところもあったりしたので、まあ、一回ちょっと、二人にちょっと見に行っていただくといいかなとは思います、はい、まあ、多分伊藤さん軽トラで走っても大丈夫だと思います、はい、それともう一つ、あの去年見に行った時にですね、この辺がちょっと急な斜面で、伊藤さん新人なのでなかなか、あ、この辺ね、はい、この辺結構急、谷も結構あるし、はい、なので安全を考えて、自分もまた教えながらの作業になると思うので、この抜刀の1日350がちょっときついんじゃないかなっていうのを感じるんですけど。なるほどね、そう、まあそれはそうやね。そうすると、まあ、伊藤さん新人ということもあるので、まあ、1日他の人たちは倉岡君とかはベテランでバンバン倒せると思うけど、はい、まあ、伊藤さんはちょっと、新人で、まあ、学ばないといけないというのもあるので、まあ、300本ぐらいで設定しておきましょうか、はいはい、そうすると、これが、まあ、4日じゃなくて9日ぐらいかかるかなと思うので、はいはい、その他何かありますか。だいたいこんな感じでできそうかなと思います。いいですか。はい、はい、じゃあ目標としては9と50と3で、62日ぐらいで、見ときたいなと思います。はい、じゃあ、この内容、今日配ってる、これ、はい、紙があるんですけど、これちょっと修正して、こう図面と一緒にまた、配るので、はい、でちょっとできれば、事前にちょっと現場の様子とかも見といてもらって、はい、で、なんか修正点とかがあればですね、事前に言っといてもらったら、それを元に、設計変更したいなと思いますので、はい、ぜひお願いします。はい、以上です。はい、